はい、どうも皆さん、こんばんは。今週の冊です。えっ、ー、と、今日もまた、今回もですね、一日遅れで、えっ、ー、と、今は月曜日の十1夜の11時過ぎですね、11時半ぐらいですけども、えー、今週の一冊、第393冊目になりますね。えー、今日はこっちの方はソフィアくん、くんてソフィアちゃんですね。女の子ですからね。えー、ソフィア、くんではソフィアちゃんですね。えー、でございます。相変わらず抱っこされるのは嫌いなんですが、えー、最近体重がだいぶ増えてきてですね、体調子もいいみたいですね。あの、数値は決して良くないんですけども、まあ、 本人はもう分かってませんからそういうことはね人間みたいに告知されたりいろんな病状を伝えられたりインフォームドコンセントはないですからいたって元気な感じですねやってますねなんか抱っこされてるのはすごく気に入らないみたいですねはいごめんねはいはいじゃあごめんどうもどうもはいありがとうね、えー、ということでちょっと髪の裾、裾だけを青くしてみたんですけどもえー、となんかグッピーとかネオンテトラとか言われてますけどね学生にはね っていう感じで、まあ、ち,ょちょっとワンポイント入れてみようかなという感じで、えー、こうしていました。まあこ,これと尻尾の方がね、竹青くなんですけどね。ということで、えーとまあ、前回まではスピノザ月間というかスピノザ特集ということで、3週続けてスピノザの本並びにスピノザの関係の、スピノザ関係の本っていうのをずっと紹介してきました。まああんまり視聴,者視聴者数は伸びなかったんですけども、まあそれでもちゃんと見ていただいた方がいたり、あの あのリハビリー僕は言って言語療法のリハビリを受けてるんですけども今でもね、えーまあ、脳梗塞になって3年経ちますけども、えーまあ、3年前の今頃はちょっと入院してた頃でしたねだからこの配信もできなかった時なんですけども、えー、そこ行ったら、まあ、その一人の若い男の先生が「スピノザ見てますよ」って言われて、えー、ああと思ってですね、まあ、彼らにとっては多分僕が喋るののチェックのためにですね発声とか講話とか発音のチェックのために見てらっしゃると思うんですけどもまあそれで内容まで見てくれてるってすごいなと思ってですね であの「デカルトの哲学原理」っていう本がスピノザありますよ本がね、えー、あ,あ,れあれを今あのそのリハビリではね音読してるんですよ。リリハビ何読んでもいいんですよだから中島敦史を読んだり、えー、夏目漱石を読んだり志賀直哉を読んだりとかいろんなものを読んでるんですけども、えー、今度はまたまたまあの手,手にあったもので Kindle に入ってたもうで今読んでたの哲学デ,デカルトの哲学原理だったから,だからそれを今読むようにしてますね。 だからちょっとあのちゃんと読めてるかどうかってことをあの先生方が話すのはなかなか難しいですね。ただ、なくともスピノザって発音がすでに難しいと。作業ですからね。作業とパ業で、まあ、ザが入ってくるから、すごく発音が、えー、まあリハビリの人には難しいんです言語療法をやってる人にとっては難しいことかなという話はあ,のありましたね、これね。スピノザですね。 で、そのスピード・ザ・ドクシも一応今回で終わりにして、今回というか、先週で終わりになりましたんで、今回ちょっとあの軽めの新しい本を紹介したいと思んですねえ。これ今、最近よく売れてる、出てる本でよく売れてるんですけども、金井牧さんって方が書かれたですね、おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら行ったって変な本なんですね、世界ことわざ機構、岩波商店ですね、出たばっかりなんですけども、えー、金井牧さんという人が書かれてますね。でこの方はね、まあ、あのイラストレーターでもあって、まあ、70年代に生まれた方なんですけども、 えー、1974年に千葉県生まれテレビ番組の構成作家酒場のマスター見習いなどを経て2015年より文筆家イラストレーターというのうなってるんですねでまあ割とあのイラストレーターだと僕こういう女のなかなか楽しげな絵を描く方なんですけどもなんていうんですかいわゆる文化人類学者とかですね、えー、民族学者に近いようなことをしてるんですね世界中のいろいろな言葉とか文化に関心があってそういうものを絵本にしたり絵本というか本にしたりねで実際自分で調べたりしてるんですね 例えば日本に住んでる世界の人なんて本があって、えー、これも実際取材されて、まあ、だから彼女にとってはいろんな外国の人の友達がいっぱいいるんですよねで今回この本もそこからまあことわざを探ってきたんで彼女自身がいろんな国に実際出かけて調べてるわけではないんですねでもちろんそんなに言語ができるわけじゃありませんからそういうふうにあの、まあ、本から調べるってわけでもないですねあるいは「聞き書き世界のサッカー民」なんて本もあってこれなかなか面白い本ですねこれ,ねこれは僕まで読んでないんですけども読んでみたいなと思わせてくれる本ですねこれね ありますそれから「世界はふむふむで満ちていると」と、えー「達人観察図鑑と」と、えーまあ、なんか納得させてくれるんでしょうね「えー、世界はふむふむできている」とね、まあ、なるほどね納得ですねこれねという本があったりしますっていうのがありますねそれからあるいはえっとちょっとっえー、っとあるいは「虫嫌いは治るかな」って昆虫の達人に教えようこうって達人ばっかりですけどね、まあ、これは外国家の言語とは関係ないですけど虫嫌いが治るかなってことでね これはまあ養老先生なんかと一緒に組んだらですね、なかなか面白い本ができるんじゃないかなと思いますけど、また違った切り口で、えー、この虫嫌いっていうのをどうしたらいいかってことですね、えー、扱ってますね。あるいはこの本も、これはすごいいい本だったんですけど、ちょっと小山君堂が、あのまあ、あの帯の言葉書いてますけど、働く動物とっていうね、動物だけでも働く動物いますよね、日本で言うと牛馬とかなんかそうなんですけども、えー、そういう動物をどういうふうにこう、人間が捉えてるかって動物と人間の関係ですね。 まあ今で言えばマルチスピーシズ人類学と言えばいいのかな、でもそういう言葉ができる前にやっぱり動物が教えてくれる生き方みたいなことをまあ人,間人間が学ぶというかですね、動物に教えてもらうというかですね、マルチスピーシズ人類学では別に動物に教えてもらうという立場はほとんどなくて、ま,あ、まず立場上動物と人間は平等であるというところがあるので、でもむしろあの一般には一般というか、動物の側を立てる場合にはやっぱり動物から教えてもらうということですね。 え向こうが教師だとこっちが生徒だっていう立場で考える方がいいのでマルチピシス人類学でそういう考え方っていうのはあんまりないんですね、えー、でもこれはとても大事なことはうちもやっぱ猫が2匹いますけども猫に教わること多いし猫から学ぶことも多いですねでおいって僕別に僕は彼らに何か教えるわけじゃありませんでしょだから教える学ぶって関係っていうのは必ず一方的な関係なので で交換することはまずできないです、ね。教える学ぶ関係が逆転して教える学ぶ関係になるということは、まあ状況上はあってもいいかもしれないけども、まあ、動物と人間の場合、なかなかないですねで。動物は別に教える気はないでしょうね。だけど人間にそれを見せてる、示してるってことで、人間がその動物の挙動から学んでいくわけだから、からそういう意味でこの「働く動物」とっていうのは非常にこあの刺激に満ちたいい本で、まあ今でいう文化人類学の本にふさわしいなと思いますね。<laughs> で、ふむふむがあったけど、酒場学校の日々ってことがあってですね。 これはドリアン・助川さんが帯書いてたりして、まあ、帯書く人はユニークだからいいよね、これね、えー。こんな本があったりしてですね、読ませてくれてますね。あるいはパリの素敵なおじさん。これなんかもうパリ限定なんですけども、えーまあ、絵が入ってる。まあ、パリに彼女が多分行った時に旅行記なんでしょうね。まあ、非常にこうい,い,いい旅行記を書く人なんですよね。文章うまいしね。えー、ということがあって、まあ、案内は別の方がやってるんですけども。 それからまああるいは俳句なんかで子供を面白い歳字記なんてなってこれはとても僕は俳句好きなんであのこの本を読んだことありますけどもあの非常に子供にも分かりやすく俳句っていうものあるいは季語ってものですね歳字記ですから季語が全部紹介されてるけどもそれをまあ絵入りで紹介してくれたりするわけでまあその辺がのとても言ニにクで面白くてユーモアのある文章と絵で書かれてますねでまあ強調もいっぱいあるんですけども協調は日本語をつかめるってこれはまさに日本語学者の先生と一緒に 日本言葉っていうものを絵にするっていうことが大事なんですね。今回もこれ、ことわざっていうね、言葉の並びですよね。あ,ある文化的な表現ですね、言とってのはね。ことわざったいうのは、まあ、その文化における言語表現の一つだから、特殊なね。それを、というふうなのものを絵にするっていうところはなかなか面白いですね。あるいは、戦争とバスタオル。これはちょっとユニークな本なんですけども、まあ、戦争批判とかそういうことじゃなくて、戦争中にいろいろ体験したことを、同じようなことを追体験してみようみたいな。 え感じですねだからこのなんか勘から三線とかね防毒マスクとかそういうのが絵が描いてあるけどもまあでいろんなとこ出かけて温泉に入ってみたいな、まあ、基本的には温泉とかお風呂についての本なんですけどねバスタオルンスとバスタオルですからね。 いろんなところのお風呂に入ってみるっていう、まあ、そういう体験記みたいになってて、えー、とてもユニークな本になってますね,ね。こんな感じでいろんな本を書かれてる、この金井牧さんではあるわけですけども、えー、今回は、まあ、そういう立場で、えーとまああの、この本を書かれてるってことが言えるわけですね。で、えー、っと、ん実は似たようなタイプの本は以前紹介したことがあって、ちょっとあのアーカイブ調べたら何冊目か忘れましたけども、一回多分紹介したことは、この翻訳できない世界の言葉ってあうんですね。 翻訳でできなないい世界のの言葉っっってててうががあエラ・フラフンンシス・スサンダースって人が書かれた本なんですけどねだからもとも日本語の本じゃないんだけど、まあ、なかなか翻訳できない言葉でまあ翻訳できればね普通の我々の文化圏日本だったら日本の文化圏の日本語で説明できればいいんですけどもそういうふうにできないような言葉っていうのは世界中いっぱいあるんだっていうのは紹介されてる本があってこれはでも僕の研究室の本なので随分奥にあったんでかなり昔に紹介したんじゃないのかなって気がしますね。 でこの方はまあさらにですね、この誰も知らない世界のことわざと、え、誰も知らない世界のことわざか、誰も知らない食堂も、まあ、こういうフォームなんかも書かれていて、比較的レアな,、ま、のな内容の言葉ですね、えそういうものをまあ調べているそですね。あるいはまあ似たようなタイプのもので、これ、吉岡乾さんという人が書かれている、なくなりそうの世界の言葉。ば、まあ、世界中の言葉だって7000ぐらいあると言われてますけれどもえ、日々言語が減っていくわけですね。 僕は小学校5年生から6年生の時塾の,の社会科の先生がいてね、えー、この先生がタスマニアにかなんかに出かける方でまあ文化人類学専門ではなかったけども、えー、まあ社会科の先生で、ねまあいろんなことを教えてくれた先生だったけども、えー、タスマニアであるまあ少数民族の言語がねなくなる瞬間っていうのに立ち会ったことがあるらしいんですよでそのタスマニアの言語をしゃべるタスマニア特,特殊な言語ですよタスマニア語ではないから特殊な言語をしゃべるおばあちゃんが一人だけいてね おばあちゃんがしゃべりだすと世界中の言語学者があるいは文化人類学者がこのマイクをね差し向けるわけですねだからもう,こう周りがテープレコーダーとかマイクだらけになったねでおばあちゃんがボソボソなんかしゃべるこれタスマニアの昔の言葉であるいはその方言でしゃべるわけでしょその言葉があったんだけどそのおばあちゃんが亡くなったことによってその言語が亡くなるんだよね滅びるんですねだからその言語を使っている人がいなくなればその言語を滅びてしまうんだってこととえ言語ってのはコミュニケーションですからね人が誰もいないところに言語が生まれないわけですね 無人島に1人しかいなかったら言語いらないもんね。あの音声化する必要もなければ公文化する必要もないわけですよね。えところが2人以上人がいれば社会というのは出来上がりますからそこに約束事とかルールとかあるいはそれを破ることとかそれに対する罰則とかえそういう社会的な関係というのは生まれるわけですよねで。そこにはどうしても言語が必要になってきちゃうわけですから、まあ、人間といのは高度な言語を象徴的な言語とかシンボリックな言語ってものを使うことによって、まあ、これエルンスト・カッシュラーなんて人が人がシンボルと言語なんて本を書いてますけども。 まあそういうシンボル的な言語をどんどん生み出すことによってまあ文化をあるいは文明を発達させてきたってことを言えると思うんですねで彼女は書き言葉だけが優れたわけじゃない書き言葉のない文化なんていくらでもありますから今でもねハワイ語とかそうですねハワイ語なんて書く言葉ないですもんね発音だ音だけですからねだからそういう世界もあるんだけども、まあ、そのタスマニアではそのおばあちゃんが亡くなることによってその言語は少数民族の言語が一つなくなったと。 だからこのおばあちゃんにとっては本当はコミュニケーションの相手がいればよかったかもしれないけどいないので一人りごとで喋るわけですね。まあ、彼女は多分もしかすると僕のこれは想像だけども当時の小学校5年生とかずっと同じ想像してましたけどもおそらくこのおばあちゃんはもう亡くなった旦那さんとか息子さんとか、まあ、亡くなっているか戦争とか亡くなっているのでねそういう人と話してるんですよねだからもう今はいない人と喋ってるけども。 でもその時、今いない人を喋ってる言葉って自分たちの言語だから少数民族の言語を使うわけねそうやって喋ってるってことがあるので、まあ、言語っていうのはそうやってなくなる瞬間ってのはあるんだよとつまりそれを使っている人がいなかったら言語ってなくなるんだよって、まあ、当時の僕らにとってはそんなの想像もできないですよ。日本語すら満足できないのう小学校5年生や6年生の僕らはですね、言葉がなくなることっていうのは全く想像ができないことでしたね。 後に僕は英語を学ぶようになったら英語以外にいろんな言語を学んだり、まあ、マルチリンギスティックマニアといいますかね、まあ、多言語マニア、多言語教といってもいいですね、いろんな言語をこう学んだりしてるわけです、今でも、いまだにやってます。今、今僕学んでるのは韓国語でしょ、だからルーマニア語でしょ、えー、それからサンスクリット語でしょ、えー、それから、えっと、アイヌ語。 えですあとはパーリー語ですねパルね、えー、そのぐらいのことも、まあ、あのこう並行して勉強してるわけですけども、まあ、これは満足できるかどうかよく分かりませんけどねだかそういういろんな言語に関心を持ってるんだけどもそういうのを持つようになったきっかけも多分そういうことがあって、えー、多分やっとこないと滅びちゃう言語ってあるだろうなともちろん、えー、韓国語とかねルマニア語を滅びるってことはないと思いますよでもアイヌ語ってのはもしかしたらそれを本当に使ってる人とか、えー、キスいわゆる翡翠のアイヌ人っていう人はもう日本にいないわけですからね 全部「根血って言葉を使っちゃいけないのかなあハーフに見えななってしまったわけだからだからあのそういう意味では、えー、やっぱりアイヌ語って今のうち学んでおかなきゃいけないんじゃないかなって気がしますねアイヌ語も書き言葉ないですからね音だけですからね、えー、出出き上がった言葉だからでそういうことも踏まえてまあ、この <laughs>、えー「世界ことわざ機構」ってあるわけで、まあ、このタイトルの「ですねおばあちゃんは猫、ね」でテーブルを拭きながら言ったってのは実はこれフィンランドの、えー、ことわざなんですね、えー まあちょっと絵があるけど、この絵を映しちゃうと、またもしかしたら、これ、あ YouTube で配信がストップされちゃうかもしれませんけど、これ表紙と同じ絵だから、問題ないですよね。こういう絵があって、まあ、これ要するに、やり方はいくらでもあるっていう意味なみたいですね、これね。意外なところに道がある解決策は一つではないの意味であると。おばあちゃんは大胆さんに笑っちゃうけど、背景にはフィンランドに基づくシス、シスって SIS というか、シスって、シスって言葉がね、フィンランドにあります。 でシスは困難な状況でも粘り強く進,み勇敢進む勇敢さを言いいフィンランド魂と訳されることもあると。だから大和魂とだいぶ違うんだけどもフィンランド魂とにかく勇敢に勝ち突き進んでいくような。 そういう考え方ですね。そういうのを、まあ、魂、それを持ってるってことで、もそういうふうに進んでいくような生き方みたいなことを示すっていう言葉をですね。これはフィンランドでよく出てくる言葉ね。で、同時にやっぱりその意表をつくユーモアのセンスっていうのはフィンランドの人がいっぱい持ってて <coughs>、例えばギターの弾き間の競うエアギターの世界選手権。これはフィンランドが発祥ですね。エアギター。日本人がよく優勝,優勝してたね。携帯電話をぶん投げて飛距離やテクニックを競う携帯電話を投げ、携帯電話を投げ世界選手権。 これ抜けの電話投げるのかなわかんないけどもいや、そういうなんかバカみたいなものってのが結構あるんですこれユーモアと呼んでいいのか、バカバカしいと呼んでいいのかわかんないけど、ギリギリのとこでしょ、多分ね。<laughs> で、フィンランドには変征な大会や祭りがたくさん。で、愛すべきフィンランド語、このフィンランド語にいい言葉で、これ僕してたんですよカルサリカンに行ったカルサリカンにカルサリカンに行っての言葉があって、これは外出の予定がなく、自宅で一人下着姿でお酒を飲んでる時の気持ちを表すと。そういう意味ではない。そういう意味下着でお酒を飲んでるって言葉が、 このカルサル管理の中に入ってるわけじゃないんですけどもね。でもそういう意味合いなんですね。実にゆったりした感じなんで。まあ、この世界で最も素敵な言語だというふうに、この金井さんはおっしゃってますけど、まさにそういうことなんですね。えー、だからこのやり方はいくらでもあるっていう意味合い、まあ、つまりあの解決策が一つではないっていうことですね、これね。で、おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながらいったと。だからもうめ,めちゃめちゃいろんなシチュエーションを考えられますよね、これね。でれ猫でテーブル拭いてますけどね、まさかの絵はね。まあ、実際の,あのフィンランド語では、コンスティットオ・モネート・サノイ、 キキサーラパウタープーフィキです、ねえってうね当発音書に合ってるかどうか分かりませんがフィナンドも一度やったことあるんですけどもあまりにも核変化が多くて難しくてやめた言語僕が断念した言語ですねこれねあのもう一回できてればいいなと思いますけどもねあるいはまあ普通のスペインのメキシコのスペイン語なんかではありますね アラメホールコシネラセレケマンロスフリフホーレスって言葉があってこれは最高の料理人でも豆を焦がす最高の料理人でも豆を焦がすって言葉なんですけども要するにこれはコーポンも筆のあまりカッパの皮が流れ猿も木から落ちるってことですねそういう意味合いのもうこういう割と簡単なものもあったりするんだけどもまあ難しい言葉もありますねアムハラ語エチオピアですねあのこの独特なあの可愛らしい文字ここにね エチオピアこれもちょっとやろうと思ってなかなかもうが習得できなくて僕は諦めたことあるんですけどもこれ「イエナブルンチラアイズムカヤズムアイラックム」「イエナブルンチラアイズムカヤズムアイラックム」って書いてあるんですこれは振りがない人で別に僕はエチオピア語読めるわけじゃないですよアマハラ語がねこれはねこれは日本語にするとひょうの尻尾を掴むので掴んだら手放すだけなんですねこれはどういうことかと言いますと、えー、危険には近づくないざとなったら最後まで粘、ね、れていますねだから ヒョの尻尾を掴むなってこと危険なところに行くなってことなんですよでも危険なことって全部回避できるわけじゃありません、ね、だからもし危険な場合になったら徹底的に粘れと戦えってことですね でょの尻尾を掴むと、掴んだら手放さと、掴まないような状況にいることが大事なんだけど、もしつかまなきゃいけない状況になったら、絶対手放しちゃいけないよってことですね。手放した瞬間に食われてしまいますからね。あの食われてガーッてやられちゃうからね、えー。ということになりますこれもなかなか面白いことですね。だから、あの言葉、本当はこれ、なんか音声をね、MP4 かなんかしてくれて、あのなんか iPhone かなんかで聞くことができるようなふうに、みんなそれぞれの言語をね、発音された音声資料、音声教材みたいなのをつけてくれると、 いい CD でもいいですけど、ね、もっといいなと思うんですねそうするとこの音が持ってるなんか面白さみたいなのって今僕は適当に読んでて <laughs> もちろんちゃんと読める言語は読みますけども読めない言語ばっかりなんで、えー、そうやって発音しておりますけどもそういうのがあのかえってなんかいろんな雰囲気になって面白いですねこれね、えー、サウジアラビアのアラビア語ですね、えー、これはインクンタリーハンファッカドゥラカイタイサラン、えー、インクンタリーハンファッカドゥラカイタイサランってね、えー、このアラビア語、まあ、これは左から読むんですけども 右側からこう読んでいくんですね。い、え、う、ー、言語ですね右から左に書くと。で、これはあなたが風でも必ず嵐に合うだろう。あなたが風でも必ず嵐に合うだろう。つまり上には上があるってことですね。で、そ,のそれをか人間を風にたえるってことはいかにもアラビアっぽいじゃないですか、これ。ね、アラビアサラーム「さよなら」っていうのは「また会おう」っていうのは、まあね、ソロ l o とか See you とかね、See you next day とか Se you next time っていうのが英語ではまた会おうでしょ。 でもあのアラビアなんかでは生きていたらまた会おうって言いますからねサウジアラビアの砂漠の真ん中でサラームってバイバイって言ったらね、えー、生きていたらまた会おうってことなのでこの雄大さ広大さとはすごいですねだからこれがあなたが風でも金沢嵐に会うだろうとじゃああなたが風だっても嵐に巻き込まれて嵐そのものになっちゃうよってことですよね人間を風に例えるというこの発想が何、えー、ともアラビア的ですねこれね、えー、すごい言い方だなと思う感じですあの確かにサウジアラビアの写真ってのは砂嵐ってのものすごいものがありますからね こういう言葉があったりするっていうのは、まあ、すごいユニークですね。いかにもアラビアっぽいですね。あるいはロシア語もこれは結構面白い言葉ざ、のけてくれてるす。あのナズルバーサイア・グロズジョム・ボリザイ・フー・クーゾフ、ナズルバージャ・クルズジョム・ボリザイ・フー・クーゾフとなって、えー、これはキノコと,名乗,と,と名乗ったからには箱に入れと。変な言方がキノコと名乗ったからには箱に入れということわざなんですね。えー、これはななんなんで何がそういうことなのかというと、まあ要するにあの、 もう決まっそ,うそこに行っちゃったら、合、ね、に行った合に従えたらちょっと違うかもしれないけども、あのまあ、責任を持って最後までやりたげろってことですね、言い出したことは最後までやりたげろって言いますねキノコを名乗ったから、まあ、キノコがキノコですって名乗,る名乗るわけじゃないけども、でも名乗ったとして、まあ、さっきアラビア、サウジアラビアでは風に例えますけども、えー、ロシアでキノコだと言るれて、なかなか文化的違いがあって、面白いですねで、自分がキノコと名乗ったからにはちゃんと過去に入って、まあ、食べられるための役を果たしなさいって意味ですよね。 では責任を取んなさいってことでちゃんとねで。責任を持っていろんなことやりなさいってことですね。これねえー、ということ。まあ、語にいった語に従えたらちょっとニュアンスが違うかもしれないけど、まあ、そういう言葉が、えー、ロシアなんかにはあるわけですね。これねうん、それから、えっと、これは読めるんだ。ポメナルゲー、ポメナルゲーって韓国でポメナルゲーですね。ナルゲーっていう韓国で、これは、えっと、そのままだ。虎に翼っていうことですね。虎に翼豚に信じたらちょっと逆なんですよこれね。虎に翼だから最も強いんですよ。最強ですね。これね そういうものがあって、えーまあ、あの最強の存在のことを「虎に翼」なんて言い方をするわけですよね。無敵ですよねね鬼にかなぼうって言葉は日本である、ね、でそれに近いものですから何かがあれば「鬼に金棒」だって言って「まあ、鬼って悪者を出しちゃうところがあるんだけど、まあ、鬼が最強の存在だっていう体でね 鬼に虎っていうのを題材にするのはこれは韓国や中国まあ日本もあの中島敦氏なんかまさに三月期で虎が描かれてますけどもね虎になっちゃうとことの物語だけどもまあそういう虎ってまあ時々あの主人公になってくることもあるけどもこれ中国や韓国ってのは非常に多いわけですねで韓国は当然中国の影響を受けてますから例えば甘美氏なんて思想書がありますね甘美氏っていうのはね人の名前だけどでそのフレーズの中に出てくる言葉がもともとこれでそれがまああの漢文で書かれたもの 朝鮮語で発音するとコメナなるゲーになったわけですね。トラに翼ってことになるわけですね。で、ここでな、かなかあの、かなりさん面しいことが書かれていて、日本語と朝鮮語はともにオノマトペ、まあ擬態語ですなんか物の様子を表現する言葉ね、豊かで見比べるとワクワクすると、ワクワクって言葉まさにオノマトペねでね。例えば日本で犬はワンワンと鳴くけど、あちらではモンモン、モンモンって鳴きますね。で、おいしそうに食べるモグモグって音は朝鮮語ではニャンモン。 な近いに,にゃむ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 言いますねこれねで赤ちゃんのふわふわしたほっぺのほっぺの触り心地はマルランマルランっていうんですねマルランマルランってねまあ日本はなんかプクプクとかフクフクとか言うかもしれないけどマルランマルランって言ってまあすごくわかる感じオノマトペの表現とは日本語とスペイン語だったかながめちゃめちゃ多いんですよね、えー、ところがあのー、まあ韓国語ってのはその次ぐらいだったかな 日本語は非常にオノマトペの表現が多いんですね例えば頭が痛いとかズキズキ痛いとかガンガン痛いとかゴンゴン痛いとか、えー、すごいたくさん痛みの表現っていうのはもうそこオノマトペがありますよねいやこれは外国に翻訳するのはなかなか難しいですねお腹がチクチク痛いとシクシク痛いどう違うかとかねそういうのがあって地域によっては色々違いますよ山形県あたり行くとこの指がつくつくするって言うんですねつくつく痛いって言い方するんだけどまあそれどうしていいか分かんないんだけどまあそういうあのオノマトペの表現ってすごく日本は多いんですね 韓国語もかなり朝鮮語も多いっていうことはよく言われてますけどもなるほどなと思わせるもんですねこれね、えー、そういうことです、えー、さてそれでまああとはどこの言葉がいいかなうんあのジョージアジョージアですね昔のグルジアですねまあ言葉国の名前はジョージアになったんですけどあの言葉はジョージア語と言わずグルジア語と今でも言ってますけどあのとても可愛らしいグルジア文字ですねこの文字ね えこういう文字があって、視力の検査表みたいな、なんか漫画チックな可愛らしい文字なんですけども、こういう文字を使って、やりますけども、これはグルジャー、僕は読みませんけど、トゥーラ・トロラス・ガロバス・アスザブリダオ。トゥーラ・トロラス・ガロバス・アスザブリダオと言いますね。これはジャッカルがヒバリに歌を教えると。まあ、むなことをやってるわけですね。ヒバリの方が歌う前に決まってますから、それをジャッカルが教えるというのは非常に無様な、滑稽な、あるいはコミカルな風景ですね。 そういうのがあってまあ彼らがダンスとかなんかの場所で結婚式とかなんかでこういう言い方をするみたいですね。だから歌がうまいヒバリに対して得意げに何か歌を指南するジャッカルのこの滑稽なさ間抜けなさまっていうものが描かれてるわけで、まあ、絵もこうやって教えてるさまですね。いうのを描かてる。まあ、これが、まあ、ジャッカルがヒバリに歌を知る。トゥーラトゥゥララルススカロバスアッサブリダオねっていうのがありますね。これもなかなか面白い言葉だよね。 うん、それから、これはマレーシア。マレーシアが僕はできますけども、えーま、マレーシアいましたから、えー、マレー語なんですけども、えー、マカン・アンギンって、マカン・アンギンってこと。これもしくはマカン・アンギンって、これ、風を食べるって意味だよね。アンギンってのはね、風だね。マカン食べるだからねあの <coughs>。風を食べるってことですね。風を食べるってどういうことかって、これは旅行をする、旅をするっていう意味ですよ。だからことわざってほどのもんではないんですけどもあの、旅をするとか、旅人をもてなすとかね、そういう言い方をするので、えーまあ、まさにこれは、あの、 漢銀、まあ、ってのは旅をする単に旅をするんは風を食べるわけだからいろんな人たちとこう生活を共にしてあのそう生活文化っていうものをまあなんか共有するわけでしょそれは風を食べる状態なんでまあだから都会の風に吹かれるなとかね、えー、都会風吹かすなみたいなところがなんか言葉があるじゃないですか日本語でもだからそれとやっぱり同じような感じなんですよね。 だからあるなんか文化的なにあの感覚や匂いみたいなのを身につけるのを風を食べるという言い方をするんですね。だからまあマレーシアに行ったらどんな風を食べたって感じですね。これねそういう言葉を言われるって言葉で、まあ、あのすごくいい言葉じゃないかなと思いますね。そ、うんうん、れからそうですね。あとはまあ、えー、沖縄の頃は琉球語もあるんですね。これね内 ケラマミウシが街ゲミラね。ケラマは見えるがまつ毛は見えないって。よくわかんない。ケラマは見えるがまつ毛は見えない。これは東大元倉指摘ですね。ケラマは見えるけどまつ毛は見えない。まあケラマですから、やっぱほあの沖縄の北と南ではですね、だいぶ言葉も違うし、言葉座も違うし、音も違うので、えー、まあ、どこでもそうです。グルジアもそうだし、あの結構北、南でだいぶ違うんですね。で、あの今の、ね、あののの今ね、 とこ、あのね、政策とろもそうなんだけども。ええー、まあ、だから、あの、北と南でだいぶ違ったりするっていうのはありますよね。だから、まあ、あの、そういうことがあって、まあ、このケラマ。まあ、沖縄の、うちの学生に聞いたんだけど、全然知らんって言ってましたね。ええー、だケラマは見ユシが、まちげみなんと。ケラマ見えるが、まつげ見えない、東大元暮らしね。えー、ケラマを見ることができるんだけど、自分のまつげを自分で見ることできないってうですよね。ええー、まあ、いか、いかにもこじんまりした日本、日本ではないけども、沖縄らしい言葉ですね。これね ということがありますね、えー、あ,とあとねこれはね僕は好きな言葉なんだけどアルメニアアルメニア語ですねアルメニア語のラブチェン・アラクツィジェルラブチェン・アラクツィジェルという言葉ですね、えー、これはどういう言葉かっていうと、うん、これアルメニアの言葉もなかなか文字もあのおしゃれで可愛らしいんですけども、えー、良いことしたら水に流せって言うんですね普通は悪いことしたら水に流せ水流して悪いこと流しちゃおうっていう感覚なんだけども そうじゃん良いことしたら水に流せた良いことしたらもうそういうものをさっさと忘れちゃって見返りを期待するなって言いますねこれねこれ見返りを期待しちゃいけないよってことなんで。 えーまあ、そういうことが言われているものなので、善行の見返りを求めるなという意味なんですね。だからそういうのは全部良いことしても、全部水流しちゃうと、あっさりしちゃいなさいよって感じなんですね。これ、アルバニアの文化が実はそんなにあっさりしてなくて、結構歴史もね、複雑な歴史を保ってて、まあ、調べていただければ分かると思いますけども、そういう文化圏を持ってますからね。えー、だからあの、ラブチェン・アラック・スティジェルというのは、なかなかあのうんちくのある表現じゃないかなという気がしますね。 あとはそうだな。ハワイの言葉ってなかったのかなハワイの音の言葉って、ああ、ちょ、じゃあ一応、あの、ルーマニア語に習ってますから、ルーマニアを勉強したらルーマニアですね。ルーマニアの言葉をやるんですね。アスプネ・ヴェルデン・ファッツァ、アスプネ・ヴェルデン・ファッツァって言葉があってえ、これは面と向かって緑色のことを言うと。ファッツァ、緑色のことを言うんですね。面と向かって。この緑色ってのはどういうことかというと、まあな、なんとなく、まあ、あの、あ ね、ありのまま、緑色ってのは自然,自然体ってことですね。だから本当のことをちゃんと素直に本当のことを言うってうみたいなのが、えー、この言葉ですこれ。あるいは自然体で喋るってことでリラックスして喋るってことにもなるし。だからあまりこう構えないで喋るようなことをこ,ういうこの言葉でどうやら言ってるわけですね。これね緑色にはありのまま自然体という意味があると考えすぎないでリラックスして話すのがいいねと。だから思ってることを率直に言うみたいな感じですね。これ自然に言うってことはね。 だからまあ、それで相手が気づくこともあれば怒ったりすることもあるかもしれないけども、まあ、これはやっぱルーマニアの気質みたいなところがあって、割と率直に言うんですよね。まあ、東北の気質かもしれないけどね。うん、そういうのがあって、まあ、それがあるので、まあ、この言葉、僕は好きな言葉、アスプネ・ベルデン・ファッツァーですね。えー、ルーマニア語でございますね。えー、というのがあったりすると。えー、あった,あったハワイ語、ハワイ語がありましたけど、ハワイ語はだから、とにかく文字はないので、ハワイは、えー、のそのね、発音だけですから、一応まあ、今、あの言葉としてはですね、 えーまあ、あのアルファベットは全部で13だっけかな。あと逆さコンマ、ねえー、を使うのがあるの、それ合わせて13文字だけ。A, E, I, O, U, H, H, K, L, M, N, P, W と、えー。これだけしかないですね。だこの13文字だけで表すわけですね。だから例えば、メレイクリスマスって言葉はメレカリキマカと。ちょっとフィンランだかみたいな、そんだけどね。えー、カリウスマキみたいな、監督みたいな名前になっちゃうけども、えー、こういうあの感じで、ちょっと味わいとしては面白いですねこれね。 言葉としてはね13文字で表すからねえー、で言葉は何かっていうとえー、どう発音するあいかあいかフーラバイホカバイホカ,イホカヒラヒラマカハレあいかフーラバイホカヒラヒラマカハレ思い切って踊るまあフーラってのは踊りだよ多分ね、えー、思い切って踊る八代を家に置いてくるとねえー、マカハレですねマカハレ家に置いてくるってことですね ひらひらマカハレですねこれ自身がなんかフワイアンダンスのなんか歌詞に出てきそうな感じしますね。踊る時はもうね踊らう方に見る方じゃないけども恥じらいは家に置いてきなさいよってことでまあこれは人々に元気を与える言葉じゃないのかなって感じがしますね。まあ、こんな具合で、まあ、あのこの、えー、と金井さんはです、ね、世界中の言語からですね実にですね36の国ですね まあできるだけマイナーな国も多いんですけど、まあ、ドイツ語とかポルトガルト語とかスペイン語とかロシア語とか結構あのメジャーな言葉も入ってますよで。もちろん結構マイナーな国の言語も中に入ってて、今僕は紹介できなかった、例えばベルベル語であるとか、ゾンカ語ってブータンの言葉ね。あるいはカナダのイヌイット語ですね。イヌイット語、正確にイヌクティットゥグ語って言うんですけども、そういうものが入ってたりするので、ちょっと珍しない。あるいは古,て古代ギリシャ語も入ってたりするとか。 えー、そういうので、まあ全部で三十六の言語を使って、えー、紹介されてます。やっぱり僕の望みとしてはですね、あのやっぱりこ,これウルズ語なんていい,いい時代でこれ文字書くからねこれね。 えー、これ、とても手書きじゃないと書けないですよこれね、ウルズゴンウルズゴンもちょっとやろうと思ったことなんですけど、やっぱ文字が難しくて、パキスタンの言葉ですが、えー、断念したことがありましたね。やっぱちょっと音声資料をつけていただくと、なんかそれだけでも、そんなに長い音声資料じゃないでしょ、みんな。でも、ただ、いろんな国の人が全部読まなきゃいけないから、えー、収録するのは大変だと思うんですけども、そういうものを入れて資料に入れてくれて、まあ、MP4 でダウンロードできるようになんかしていただければ、えー、もっとあのいろいろと勉強になるし、あのこれからですよ、分かんないけど。 こここのの本を読んでこの国に行ううと思う人も出てくればね自分が風になったりするわけでしょあるいは自分がキノコになったりするわけだから、まあ、その国に行ってみたいよねあるいは緑色のことを話すなんていうところに行ってみたいですよね行ってみるだけじゃなくてやっぱその国の言語を学びたいと思うかもしれないでそういうまあ小学者のためにはやっぱり実際の弟に聞かせてほしいと思うんですよ。 だからこう MP4 とかなんかでちゃんとあのダウンロードできればいいんじゃないかなと思うんで岩波書店ですから岩波さんだったらもしかしたらそのぐらいのことが後でやってくれるかもしれませんので、えー、この第2釣りが出た時にはぜひその音声資料というのがダウンロードできるようにあのしてくださいねこの、えー、この辺にあのねちゃ,んとちゃんとこう QR コードかなんか,つか貼ってくださってでそこからちゃんと iPhone にダウンロードできるようにしていただければいいなと思いますねはいといととうことで今日あの 1一日遅れてしまいましたけど、今週の冊第393冊目になりますか、えーはえー、金山貴さんの世界ことわざ機構、おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら行ったという一冊を紹介させていただきました。はい、来週もちょっと軽めの方をまた紹介しようかなと思ってますけどね、まあ、ちょっと何も考えてませんけど。はい、ということで、今日は終わります。はい、どうもお疲れ様でした。また。